屋外博物館メドラロイトは、ドイツバイエルン州とチューリンゲン州の境界にある村で、ある。第二次世界大戦後の冷戦期、イギリス、フランス、アメリカの参加国と、ソビエト連邦とのドイツ分割占領によって南部は、西ドイツ、北部は、東ドイツとなり、両地区を隔てる壁が建設された。このため、ベルリンの壁によって分断されたベルリンになぞらえ、アメリカ人などからは、 リトルベルリンと呼ばれた。ナポレオン戦争中の1810年、メドラロイトの村内を流れる小川、タンバッハ川は、バイエルン王国とロイスゲーラ公国の国境となった。その後140年間、この境界線は村の住民には差したる違いをもたらさなかった。学校が一つ、食堂が一つある霧の小さな集落に過ぎなかった。 国外博物館1945年5月以降、中林源はソ連軍占領地域に、バイエルンはそれ以外の連合国軍占領地域となった。1949年に東西ドイツが建国されると、村は2つの国家体制によって分断された。村の2つの地区を往来するには許可証が必要となった。1952年に東ドイツは、 西側との国境の管理を強化し始めた。境界線近くに住む住民は移住させられたが、その中にはメドラロイトの村民のいくらかも含まれた。1961年にベルリンの壁が建設されると、国境沿いの集落にも同様に壁が築かれるようになった。メドラロイトの壁は1966年に築かれた。村の東ドイツ側では昼夜を問わず厳しい監視が、 行われた一方、西ドイツ側の壁はあたかも観光地のようになり、アメリカ人からは、リトルベルリンと呼ばれるようになった。1983年には、アメリカ合衆国の副大統領ジョージ HW ブッシュがこの村を訪問した。ブッシュは、私はメドラロイトの村民であると挨拶したが、これはジョン F ケネディがベルリン訪問時に行った、私は、 ベルリン市民であるとの演説をもじったものである。1990年6月17日、ベルリンの壁崩壊から7ヶ月遅れて、ドイツ最統一より4ヶ月早く、メドラロイトの壁は、ブルドーザーによって取り壊された。現在は、壁の一部のみが記憶のために残されている。東西の境界石現在も村の北部は、チューリンゲン州ザーレオルラ群、ゲーフェルニ、南部は、バイエルン州、 王府軍底辺に属している。1994年、メドラロイトには野外博物館が開設され、東西ドイツに関する展示を行っている。展示されている壁は、当時の壁の現物の一部が含まれている。分断の時期、村の二つの地区には多くの違いが生じ、自由通行が可能になった今日でも影響を残している。村の両地区は、 郵便番号や市外局番が異なるほか、選挙区も別となっており、子供たちを別の学校に通わせている。ありがとうございます。